こんにちは、シエルです。今日はアウトレットの購入品紹介です。今回はイルマのアウトレットに行ってきました。購入したのがこちらです。シェルターって書いてありますね。去年軽井沢のアウトレット行ったんですけど、そちらの動画がこちらです。はい、軽井沢のアウトレットは結構ハイブランド入ってたんですけど、イルマはねあんまりハイブランドが入っていなくて、ポーチ、トリバーチ、ケイトスペード、マイケルコース、あとなんだっけ、軽井沢のアウトレットに比べたら少し小さめだったかな。まあそれでもね、結構お店の数とかたくさんあったり、あと雑貨インテリア系は何個かありましたね。フランフランとか、アフタヌーンティーとか、まあプラザ、まあそのあたりがね入っていたりしたんですけど、今回買ったのがシェルターでいいんですね。マウジー、スライ、リエンダ、このあたりが入っている、まあブランド、お店、ショップで洋服を大量買いしました。アウトレット価格としては全商品 50% オフということで、今回ね、トレンチコートとかロングスカートとか、あとトップスを数枚買ったんですけど、全部でね2万円でお買い物ができました。このあたりのブランドってさ、お洋服がだいたい 5,6 千円ぐらいだよね。それが半額だったので、2000円台とか3000円台で購入できたのもたくさんあったので、こちらのねアウトレットでの購入品を開封していきます。結構購入しました。着回しコーデがいろいろできそうだなと思う感じの、デザイン系というよりは単色のシンプルなものが多いかなと思います。ブランドがわからない。まずこちらですね、はい、まだまだ寒いのでね、ちょっと長袖ですが、こちらを購入しました。スライのトップス、色がすごい綺麗で全色買いたかったぐらいだったんだけど、濃いめのこちらのピンクを選びました。こちらお値段が5390円、税込みということで、こちらの 50% オフで購入しました。ピンクの他にはすっごい綺麗なブルーと、あとベージュ、ホワイト、あとブラックがあって、全色ほんと買いたかったぐらい。ベージュとピンクを試着したんだけど、すごいね可愛いの。肌触りもすごい良くて、あとね少し光沢感があってね、置いてあるだけですごい綺麗で惹かれました。まだまだ寒いからいっぱい着れそうです。続きましてこちら、マウジーのロングスカートですね。こんな感じでベルトがついててすごい可愛いので、このマウジーのお洋服がカラーはベージュで8800円税込みということなので、4400円で購入できました。ベルトをするとここのウエストがキュッてなって、ここのねヒラヒラのデザインがすごい可愛くて、そして結構いい感じの生地だね。ポケットも大きいし、これはねマネキンが着ててねすっごい可愛くて一目惚れして購入しました。ちなみにさっきのトップスフリーサイズなんだけど、これは小さいサイズ S サイズがあったので、私身長153センチなのでちょうど良かったです。こちらがスカートです。これはなんだっけ、こちらもどこのブランドか忘れました。はい、こちらもマウジーですね。薄手の黒い半袖のシャツです。こちらブラックのカラーです。これはフリーサイズでお値段が5480円の半額。シャツの首元がちょっと V の感じで可愛くて、はい、そしてこちらのシャツを実は2色買いしてしまいました。ブラウンのカラー、こちらも5480円ということで、でねこれはねもう少し気持ち、カラーの薄いベージュも悩んだんだけど、ブラウン系の色味のお洋服ってあんまり持ってないなと思ってね、あんまり普段買わない色を選ぼうと思ってブラウンを選びました。はい、こちらブラックとブラウンとちょっと色違いで購入しました。続きましてこちらです。はい、こちらはねリエンダのものです、ね、リエンダとか昔何着か持ってたけど、久しぶりに購入しました。ベージュのトップスです。少しガーリーな感じなんですけど、はい、後ろのデザインもこんな感じで紐が編み編みになってるので結構可愛い感じなんですけど、これは形がすごく綺麗だったので購入しました。こちらは税込み6600円です。まあ3300円だね。私にはちょっとフリーサイズだったので大きいかなと思ったんだけど、いい感じのサイズ感だったので。ラストがこちらです。なんだか全然わかんないです。シェルターのカーキのトレンチコートです。トレンチコート買うとか何年ぶりだろう。こちらお値段が 12,980円、6500円ぐらいか。トレンチコートはベージュのカラーを買いがちなんですけど、今回は初めてカーキ色のものを購入しました。ベルトの紐もついてます。これねちょっとフリーサイズっていうこともあって、私にとってはちょっとね袖と、まあ、丈が気持ち長いんだけど、カーキなんだけどミントグリーンっぽくて春っぽいカラーがいいなと思って、はい、というわけで今回はねこんな感じでお洋服たちを購入しました。
トップス4着とスカート1着とトレンチコート1着、全部で6着約2万円でお買い物してきました。ここのショップ店員さんがとっても親切だったのと、購入した時にね、全部新しいのを出してくれたんだよね。まあ物によってはもう1点しかないですよっていうのもあると思うんですけど、購入時に裏から新品のね、物を全部持ってきてくれて、アウトレットだし、なんか試着してそのままかなとか思ったんだけど、全部綺麗なものを持ってきてくれたので、ちょっと嬉しかった。できる限り新品のがあればそっちがいいな、みたいな。いっぱい行きたいなと思います。そんな感じで今回は、イルマのアウトレットでの購入品紹介でした。今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。